いつもご視聴いただきありがとうございます。どうも出雲交通です。今回は一畑電車大社線を環状するために終着駅である出雲大社前駅へやってきました。大社線とは始発駅の川戸と出雲大社の最寄り駅である出雲大社前駅を結ぶ 8.3 キロの単線電化路線で、 JR 大社線が廃線となった今では出雲大社へ向かう唯一の鉄道路線です。それはさておき、今回乗車するのはこちらの列車、普通列車かばと行きです。今回はこちらの列車に乗車し、終点のかばとまで向かいたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。今ホームに停まっているこちらの車両、こちらの車両は一畑電車2100系です。こちらの車両は東京の大手鉄道会社京王電鉄から引退した初代5000系を買い取り、改造した後平成6年に一畑電車の全線に導入された車両です。それではこちらの車内を見ていきたいと思います。このサボ屋、方向幕も昔ながらでエモいですね。車内はこんな感じ。床下は40系に似た色合いです。運転室近くにはワンマン運転ですので、運賃箱や運賃表の提示がされています。また車内は Wi-Fi が完備されています。運転席はこのような感じ。昔ながらの設計ですね。車内は青色で統一されたロングシートが並びます。車内からは展示用の出刃に50が見受けられます。また中間付近には優先座席が設けられています。またつり革には島根県のご当地キャラクター島根っ子が描かれています。また中間連結部分のデカさは種車の面影が感じられます。こちらはモーター車、先ほどと同じく青で統一されたロングシートが並びます。また運転室の近くには車椅子スペースや自転車が置けるスペースになっています。時刻は12時58分、出雲大社前駅を発車。次の停車駅は浜山公園北口です。出雲大社前駅を発車すると、進行方向右側には出雲大社の屋台一の鳥居が見えます。を発車しました。ここはモーター車の中間連結部分付近です。このように見てお分かりの通り、左右がガタンゴトンと揺れます。またこういった光景を見れるのも地方ローカル線の醍醐味ですね。時は変わって、ここは羊羹と高浜の中間地点です。ここでは変わった光景が見られます。それがこちら、田園風景の中に
長く連なる赤い鳥居が姿を現すのです。ここは淡津稲荷神社の参道で、一畑電車の人気撮影スポットになっています。時刻は1時6分、先ほど高浜を発車しました。高浜を発車すると進行方向右側には変わった保育園が現れます。それがこちら、昔一畑電車で活躍していた車両たちが現れるのです。これは昔の園長さんが子供たちに楽しんでもらいたいと願い譲り受けたそうです。その奥には白い大きな建物が現れます。こちらは日本最大級の木造建築物である出雲ドームです。これが見えてくるともうすぐ終点の川戸に到着です。時刻は1時8分、隣には北松江線の線路が見えてきました。まもなく終点の川戸に到着です。時刻は1時9分、かばとに到着です。今回の動画は、元京王電鉄の初代5000系に乗車し、一畑電車退社線を環状してきたという動画でした。こうして引退後に地方ローカル線で第二の人生を歩むとは、考えてみるとなかなかエモいですね。ということで今回の動画はここまで。もしこの動画がいいと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。そしてまだチャンネル登録をしてないという方は登録をお待ちしております。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。